野雄二。スライムと出会って最弱の職業テイマーと最強の職業賢者の力を手に入れた俺は、とてつもない冒険に巻き込まれることになってしまった。冒険者に次ぐ、現在万に近い魔物がこのファスタンへ向かっている。みんな15分で終わらせるぞ。準備完了。いつでもいいよ。私の力で運ぶわ。さあ飛び込んで。皆さんしっかり捕まっててください。正気？マジかよ。無理するなよ。お前テーマーだろ。問題ない。焼き尽くせ。終焉の効果。僕ら誰もが秘めたる力を持ったモンスターだとして、おかしい。弱すぎって意味だよな。強すぎておかしいって意味だ。見つけたぞ、冒険者ユージ。この汚れた世界に消えさえよ。どうやら俺の能力は結構すごいらしい。だからといって面倒には巻き込まれたくないのだが、やってみるか。転生賢者の異世界ライフ2022年7月放送開始。